突然ですが、今話題のフォートナイトでできるオンリーアップのチャプター1のマップで世界記録である約9分でクリアした上級者と約15分でクリアした初心者のやり方の違い。初心者の場合、ねえ、勝っちゃダメ、勝っちゃダメ、本当に何勝っちゃうの。まずカキさん、はい、でおっさんやっぱ落ちます上級者の場合、初心者の場合、今ではオンリーアップ、オンリーオンリー上級者の場合、みんなはオンリーアップどこまで行きましたか？コメントで教えて。